はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。京子様、ミキ様、森田、マチ様、はっちゃん様、タジマックス様、コウジ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。何度もご支援いただき、誠に恐縮でございます。ありがとうございました。昨日選挙で金かかってちょっと金欠、お金大変って言ったのが聞いたんでしょうか。今日はご支援いっぱいいただきました。計算、数えてみたら10人立候補します。日本改革党から。そんでね、車を使える人が6人いまして、10名全部にですね、拡声器とか、プレイヤーとか、上りセットであるとか、チラシ、配るチラシも出してやって、6人の車使う人にですね、車に貼るマグネットシートやら、矢倉作った人にはそれに貼るシールやら、いろいろこっちで出してやる業務ポスティング、業者ポスティングってありますでしょ。何万枚とかさ、そういうのは面倒見ないけど、それ以外は面倒見てやっかなと思って、10人重なると大変であります。選挙16日から開始なんで、あとは賞味3日しかないので、支部長各位はもうチラシを印刷とかね、の印刷とか、マグネットシートやら大きいシールやら注文してももう間に合いません。なんぼ早くても、5、6日かかりますからね。もう選挙に突入しちゃいますんで、今ある手持ちの武器で、戦ってください。よろしくお願いいたします。千葉5区自民党公認衆議候補、アルフィア・エイリの過去発言がどんどん掘られる。日本のことを勉強しろ、それは差別だ。なんでだ。本当にありえないから、ヒステリーを起こしたそうでありますね。一般反応です。なんでそれが差別なんで、本当だね。ああ、このヒステリー声は会話にならないやつ。日本のこと知らなくて、どこ向けに政治すんの？日本で議員になるのに、勉強せんの？どこの国に向けて政治やるつもりなの？日本の議員になるなら、勉強しろよ。誰が連れてきたんだ、こいつ。聞かしてすぐに立候補できるのは完全に制度の欠陥だな。聞か一斉、立候補しちゃダメっていうと、陳哲郎とかですね、辺どうなんのかなーってちょっと思いますけれども、聞か一斉は立候補できないようにしましょうって法改正、するとね。アメリカの大統領なんかは3代先まで遡って調べますよね。私は5代前の靴沢九太郎さんまで、調べられましたけれども、皆さん、ご立腹っていうより、呆れて呆然としておりました、アルフィア・エリについてね、私、なんとなく45歳ぐらいかな、思ってましたけれども、34歳と、だって、今日知ってですね、驚きました。ますます危険であります。4期16年も、議員やったらね、大臣の目が出てくるからね。その時はまだこいつはまだ50歳前後でしょう。こんなのが外務大臣とかだったらめちゃくちゃ有害だし、影響大ですよ。34にまで固まった人間性とかが急に治るわけないんでね。子や孫にですね、あん時のおっさんどもは何やってんだよって怒られますよ。千葉5区民の皆さん、よろしくです。何よって話なんですけれども、自民党本部が行った世論調査結果で、アルフィア不利だって、エリが 22%、立憲の議員が 28% で、立憲リードだそうであります。千葉5区。そういえば小西洋之も千葉だし、千葉は立憲強いのかな、一般反応。芝居がかった喋り方がムカつく。エリのことですね、これね。小西が当選しちまうとこだし、千葉には至るところに反日団体が多い。アルフィアより立憲の方がマシでは。自民党員だがアルフィアはない。なんでこんなポンコツ擁立したのか。千葉県民バカにしてんだろ。自民党幹部が結果に驚愕とあるが、自民党のじいさんどもはバカなのかって話ですね。
どんな人間か過去発言も調べずに公認したのかって話。茂木幹事長に初日に応援に来たのってね、自慢げになんか発表してましたけども、こいつどこまでバカなんだろう。茂木幹事長のことですけども、立憲候補は矢崎健太郎さんっていう人、55歳。元千葉県県議会議員。結構実力あるんですね。28%。支持率でリードしている。ということなんでね。記事によれば、自民県連はね、はじめ、千葉県連よ。千葉県連は、立憲と同じく、県議会議員から選ぼうとした。昇格させようとしたんですけれども、それを麻生派がですね、そこは麻生派の縄張りだっつってですね、河野太郎、かっこ麻生派が連れてきたアルフィアを強引にねじ込んだらしいであります。記事によれば、この後に及んで派閥政治やってられんのも、野党がバカすぎて、余裕あっからですね、代わりに誰が当選しても買わないから構わないんで、パヨ丸出しのヒステリーが当選するのを阻止したいですね。本当につくづく自民党のじいさんどもってバカっすね。でもって情弱。情弱だからバカなのか、バカだから情弱なのかは不明であります。東京都発表、ナイキに沿わない委託契約が、去年だけで13件あった。これナイキっていうのはね、1000万円の事業は、なんか財務局に確認取んなくちゃいけない。財務局を通じて、都知事に、確認取んなくちゃいけないとか、そういうのを。あとね、会議開いて、妥当かどうか、検討しなければならないとかいう、東京都のルールですね。13件あった。若年被害女性支援事業は全滅だった。これ若草、バップス、ボンドですか。今後はちゃんとやります。サーセン。って、報道なんですけど、それで済むのかよっていう話ね。一般反応です。テレビだんまり。本当に野放しだったんだな。手続きも審査もなしで税金ぶっ込むとか、異常すぎ。ナイキを無視した原因を明らかにしろ。今後はちゃんとやるじゃなくて、この13件はどういう経緯で違反してしまったのか、調査して公表しろ。トータル1億円以上の税金ガガガガ。許可した連中も返還請求すべき。税金使うけど中身チェックしないとかありえんわ。関わった公務員を全員逮捕しろ。財務局長、3月31日付で退職し逃げ切り。闇が深いところの騒ぎじゃねえ。弁護団はこんなんでよく、正義は勝つなんて言えたよな。コラボ弁護団ですね。その通りになっただろ。正義が勝っただろって話。産経しか報道してません。もちろんテレビはだんまりであります。他の自治体にもこういうのいっぱいあるんじゃねえのかな。当選できたら、日本改革党支部長が当選できたら、もしも、日本改革党の議員になったら、各自治体を掘ってもらいます。議員調査権つながるからね。土木や建築みたくですね、成果が形に残る事業以外の、成果のよくわからない委託事業や、補助金事業の書類出させてね、公表します。ツイートさせます。で、議員本人とか私は理解できない、その中身もですね、全国から知恵を集めて、変なとこを見つけてもらう。そういう戦法でいこうかなと。あと議会でですね、外国人生活保護反対の演説をぶってもらいます。その自治体の外国人の国保税滞納率調べるのと、出産一時金の外国人率調べるのと、荒川区みたいに中国人が日本人の3倍産んでることになってる。なんていうことがないようにね。あとね、共産党を糾弾してですね、懲罰委員会にもかかってもらいます。いろいろと考えております。嫌だって言うのかな。それは嫌ですって言うのかな。小西博之、猿番族発言、立憲からの懲罰がですね、幹事長注意になりました。一番軽いやつだって。一般反応、目だぞ。あれだけのことをやって実質無罪。反省してます。先週落選した皆さんは、これでいいんですかね。立憲の落選議員、たちは、これで腹の虫収まるんだろうか。なんか街頭でもですね、小西辞めさせろって怒鳴られたって話もありますけどね。自民党が同じこと発言したら、辞職要求して1ヶ月は審議拒否しそう。他党で同じことが起きても、
処分が軽くても立憲は文句言うなよ、懲罰委員会の懲罰は4種類、公開の場で議長に怒られる、公開の場で陳謝する、議会謹慎、何ヶ月間議会に来ちゃダメね、除名ってありますけれども、どうやら一番軽いですね、議長に怒られるに相当する懲罰になったみたいですね。幹事長注意。自民党議員が、サルバン族って、処分が注意だけだったら、テレビは連日ワイドショー。国会では1年ぐらい騒いでそうですね。他党で起きても文句言うなよ。そうはいかないのが、バカの立憲であります。それはそれとか言って、あるいは自分のしたことすっかり忘れて、記憶力も曖昧なんで、長期記憶も短期記憶も全然ダメなんで、思いっきりですね、処分が軽いとか文句垂れてですね、ブーメランぶちかます。それがを続けてですね、今の支持率と全然進化しないですよね。立憲が何やっても何言ってもお前が言うなで対処可能、万能ですね。だって全部ブーメランだもん。ありとあらゆる悪行を重ねておってですね、ついには焼肉屋であれして放置して逃げ帰ってきたつるもやらかしまして、まあお前が言うなだよね。何を言っても何をやってもお前が言うな。悪行のないものはないぐらいいいです。過去の防衛省、潜水艦発射型長距離ミサイル開発を三菱重工と契約したと発表。共同通信、周辺国の反発を招きかねない、かねない。これは共同通信が、周辺国は反発してほしい。こういうことですね。もうそういうのいいから、事実だけを淡々と伝えろっていうの。試験ですけど、あ、違う、一般反応ですね。なんで周辺国に配慮する必要があるんだ。その周辺国のせいだろ。やっぱり有事かなり近そうですな。こういうのはパヨが騒ぐから発表せずにこっそり進めてほしい。予算申請でバレるから発表せざるを得ない。影薄いが巡航ミサイル量産も契約、楽しみだわ。開発期間は23年度から27年度。岸田内閣、27年度までに防衛費を倍にする。何もかも2027年に目指して動いてる政府ですね。これアメリカにですね、そんぐらいに中国を戦争に引き込むから準備よろうって言われてんじゃねえのかなって、思っちゃうほどですね、2027年が戦争になりそうですね。警視庁発表、ガーシー帰ってきそうにない。ドバイに捜査員を派遣する。現地政府に協力を要請。インターポールに国際指名手配を申請中と。一般反応です。いよいよ始まるのね。逮捕劇を生配信してよ。これオサマ・ビンラディン、ウサマ・ビンラディンをやった時はアメリカ生中継してましたね。リアル銭形平次警部の登場や。そのうち懸賞金とかかけそう。警察が先か、アサシンが先か。コケにされたんだから、そりゃ、国も本気出すよ。捕まえるもんならやってみろとかわめいて、警察激怒。ゴーンはね、レバノン国籍も持ってたんで、レバノンのですね、自国民保護の大義に押し切られましたが、そうではないガーシーに逃げ切られちゃって、手も足も出ないってなるとよ。金持ちは、札丸してもドバイに逃げりゃ OK! みたいなことになっちゃってですね、もうそうなったら法治国家崩壊ですよ。警視庁は可能な手段は全部使うでしょうね。入手したとするドバイ長期滞在ビザもですね、インターポールの権限で取り消せかもしれないですね。何にせよ早く捕まってほしいもんです。悪はちゃんと裁かれないと、こっちの気が済まないよね。まあ、サンクションって言うんですけど、これは、公の憤り、興奮って書いて、サンクション。こんなの許せねえよ。逃げりゃいいなんつってさ。悪さしても、それを裁かれずに、ドバイに逃げりゃ、OK、金さえあれば、みたいな風潮になったら、もう滅びちゃうよ、日本はね。というわけで、どういうわけで、メール党員さん、大募集であります。ご支援も、大募集であります。こんなに金かかるとは思わなかったな。10人抱えるとやっぱ大変ですね。動画説明欄、もっと見るをクリックして、メール党員さんご登録、あとご支援の方よろしくお願いします。デトックスジャパン。